こんにちは、くまみきです。着物紹介、帯紹介ってやって、もうね、ひっちゃかめっちゃかなんですよ。まだ見てない方は見てほしいなと思うんですけど、もうひっちゃかめっちゃかついでに浴衣紹介も撮っていこうと思います。今回は私が持ってる浴衣と、あと浴衣用の帯の紹介です。はい、とんでもないぞお部屋が早速いきます。結構浴衣はね、いただき物が多いですね。半分以上いただき物です。じゃあいただき物からいきましょうか。まずこちら、かわいい黄色い柄になんか丸とか星とかがあります。着るとこんな感じです。あ、なんか、うん、マミキっぽいねみたいなパステルカラーのちょっとポップな浴衣になります。次、これね、去年着たな。もういっぱいあるからどれ着ようって迷ったんだけど、去年は結構これが私の気分にぴったりあって、ね、意外とシックじゃない？なんかこういうの着たことなかったんだけど、こういうシックな色味の浴衣、なんか大人女子って感じでいいかもと思って着ました。でもなんかほんのり優しいピンク感というか、程よい、なんか粗さに程よいと思って去年はそちらを着ました。これはめちゃめちゃいただいた時にテンション上がったやつで、もう可愛い絞りの浴衣、私ずっと欲しいなって思って、毎年ね、着物屋さんのとこに展示してあるやついいなって思って見てたんですけど、まさかのいただいちゃいました。わー、華やか。絞りだからちょっとね、シックかなと思いきや、こうやって広げてみると結構華やかですね。でも去年はさっきのやつ着たからね、着なかったんだけど、ほらちょっといいね、花火みたいだね。いいわ、ちょっとこういう地がシックな色っていうのを最近着てなかったからいいかも。なんかテンション上がるすごい、急にもう夏気分だわ。ほんとね、浴衣仕立ててもらいたいって人もすぐ行った方がいいよ。もうね、やってる、いろんなところで今受付中みたいにやってて、私もまだ行ってなくてやばいと思ってね、1個仕立てたいな、浴衣か夏用の着物かと思ってるんですけど、あー、なんかもうこの花火っぽさで今テンションが上がりました。次はね、これもいただいたもの譲ってもらいすぎだよね私、やばい。これもシックな感じ。あー、でもかわいい、このお花とかが私の好きな色味、ピンクと水色と黄色、あ、ありだね。これちょっと私似合わない色かなと思ったけど、ちょっとどうですかね、どう、今までのどれがいいまだあるけど、かわいい。なんか譲ってもらうと意外と自分が普段買わない色だったり柄を譲ってもらうことが多いので、こうチョイスが増えるというか、あ、私意外とこういうのもいけるんだなっていう発見があるからね、マジ譲ろうかって言ってくれる人がいたら、みんなね、素直にもらった方がいいもらってどんどんいろんなのを着て試すのがいいかなと思います。次は私が自分で買ったやつ。これどこで買ったんだ、これサミットかスーパーかなんかで買った気がするんだけど、違うっけな、もう割と何年も前に買ったやつ。お花がどんどんってしてますね。ちょうど頭につけてるのとさ、色が合ってるから、なんか一番今日しっくり着てる気がするんですけど、いいね、かわいい。なんかラメの線とか入ってる、マジ若い、若者だって感じがする。そんな目立たないと思うけどね、キラキラしてます。これ自分で選ぶとやっぱこういう派手な感じになります。でもう一個自分で選んで買ったやつは、動画で着てるから見覚えある方も多いかなと思います。2年くらい前に出した浴衣の着付けの仕方の動画で着てたやつです。でこれはね、ちょっとでかかった。柄はめっちゃ好きなんだよ、柄は。ほら、もうすごいドンピシャに好きなやつなんだけど、ちょっと着物屋さんでね、これ着てみて、結構でかかったの。でかかったけど、やっぱ乗せられて買っちゃいましたね。大丈夫大丈夫、浴衣大きい分にはどうにでもなるからって言われて、私も確かにどうにでもなるけどって思ったけど、やっぱりね、一回ぴったりの着物をね、作ってもらって着ちゃったら、やっぱこれのでかさにすごい気づくわけ。で、これすごいね、すごい滑りが良くって、着付けしてる時もスルスル落ちてきやすいんで、結構動画撮ってる時もね、大変でした。でもすごいお気に入りの一
枚です。というわけでここまでは浴衣の紹介でした。今年はどういう柄が流行るんだろうね。あんまそういうの気にせずに買っちゃったりしてたけど、これはその浴衣の着付け動画でもあった通り着物っぽく着たいなと思って、着物としても着れるし浴衣としても着れるしっていうのを考えて買ったやつなんですけど、今年はどんな一枚をまだ買うか分かんないけどね、こうビビッと来ないと買わないように気をつけてるんでどうしようかな今年は。で、帯の紹介。帯はこれはね、これ買う時に一緒に買いました。麻でできたやつで結構通気性がいいんですよね。この片面はかなりもう粗い目になっていてね、布地が。で、裏は水色になっています。もうサクッと軽い帯ですね。で、あと持ってる帯は割とね、もうベーシックなのよ。あ、こういう浴衣によくあるような折りやすい帯なんですけど、これオレンジで、裏が黄色というか割と渋い色ですね。こんな色になっています。これ1個目でしょ。で、あ、桜が2つもある。1個目の桜ちょっと違う着物にしよう。はい、買いました。まず1個目、淡いピンクの桜の帯です。で、2個目がね、また桜。今回はちょっと濃いのも入ってて、裏が逆転した感じ。これだけでもだいぶ表情違うね。この薄いピンク、濃いピンク、すごい。帯だけでやっぱ表情変わってめっちゃ楽しいんだよな。これは桜柄でしょ。もうあと持ってんの2つなんだけどどんだけこのピンクとか赤系の帯持ってんのって感じなんだけどね。え、溜まっちゃうよね。よくさ、こういうのをセットで売ってたりするからさ、溜まっちゃうのよ。はい、無地のピンク、無地の薄いピンクで、最後ちょっと一気に大人な色気が出るんじゃないですかこれ渋い赤。裏表特に色変わんないかな。そんなに変わんない。これは、あ、ちょっとあれだ、これはグラデーションになってるね。え、なんかもう照明の加減なのか目がおかしくなってるかわかんない。あ、グラデーションになってるか。グラデーションになってる帯でした。はい、以上が私の持ってる浴衣の全てです。あー、広げた。今日はもう一気に撮っちゃいました。というわけで皆さん、どの浴衣が好きだったかぜひコメントの方で教えてください。ちょっと次買い物する時とかのね、参考にしていければなと思います。あと逆にこういうのも可愛いよとか、みんなの気に入ってるなとかも知りたいな。でも YouTube のコメントだとね、画像が貼れないから伝えづらいと思うんですけど、よかったら皆さんいろいろコメントとか、あと Twitter とかのリプだったら画像貼れたりするので、いろいろ浴衣の話も聞かせてください。この動画楽しんでいただけたらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。じゃあご飯気になるのみんなのご飯美味しそう。いただきます。